はい、じゃあ頑張ってください。いや、赤 K1J 黒 MXP エボリューション MXP です。よし、ちょっとじゃあ K1J ドライブなんでハマらないいや、受けるしたいんだった。おい今の感じ。あー、なるほどね。分かってんだ、当てちゃう。
やすいのやりやすいです間違いない。これは飛んでいかないか。まあ MXP は正直この前言ったらサンタとか Q とかが打てる人はまあ打てる。で打った感じどれが好きかっていうのはもうその人が選べばいいかなっていう。あ、まあ、ちゃんとボールはさっき言ったようにボール行くん で K1J は多分ハマる人だとハマる人だろうねっていう。表現が難しいですよね。なんか飛ばないって表現していいのか、うん、どうなのか。なんか僕なんか台上とかだったらやっぱ飛ばさないことができるじゃないですか、うんうんうん。けど、別にドライブだったら飛ばそうと思うだったらもうすれば飛ばせるから。そう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 。なんか一概にこのラバーが飛ぶって言っていいのか飛ばないって言っていいのか分からない。やっぱそこは粘着できるのかな。そうですね、粘着感は、まあ、打法によるっていう、まあ、だから表面で逃がせばちっちゃいのかないかは振ってもちゃんとこうグッとこっちで持ってくれるから飛んでいかないし、その代わりこうシートだけで引っ掛けてね飛ばそうと思ったら飛んでくれるっていう。だから本当に使いこなせる打ち方か、当て方、打ち方ができればめちゃめちゃいいボールだと思います。カウンター台上とかは普通のフォアドライバー僕はやっぱまだ怖いです。まあだいぶ練習しないと多分普通に試合になったらめっちゃ球遅いと思いますおそらくそれかオーバーミスするので、あ、でもだいぶイメージ変わったな。こういう微粘着系のかなり飛ぶと思うんですよ。そんなに抵抗は多分みんなが思ってることないっすよね。ない、粘着っていうこれはないと思う。じゃないっすよね。うん、全然飛ぶよ、本当に。じゃあバック僕ちゃちゃっていきます。僕バック多分結構何使っても変わんない人なんですよあの、はい、何でもそんな違和感ない。全然大丈夫K1J でも全然大丈夫。ああ、これはもう Q5 いってます。感覚。あ、まさに。ああ、うん、これはもう。いいかと。前陣に打つのには、むしろ K1J の方が安心。なんか、いくら増えても、回転に行ってくれるんで安心かもしれないですけど、まあ慣れ親しんでるのはこっちですね。バックに微粘着貼ってる人ってあんまいないです。今、陣選手とか両面勝利とかだから、そういう意味では、まあ、今の時代には流行ってるのかな、こういうの。そうですね、両面 K1J とかこっち、全然なんかね、あの相手のボールをそのまま利用するみたいなイメージで振れば勝手に軽く打ってて、球行ってくれるから、あ、マジでめっちゃ楽。あ、ごめん。めっちゃ楽だ。軽いっすね。めっちゃ楽。下がったら分かんないです。わ、あ、でも飛ばない感じ全然しないな。わあ、ぜ。お、いけるぞ。こっちの方が逆に、こっち打った後、上上がんないから、頑張る。ほら、あれやばい。うるさいぞ。あ、すいません。スキルチェンジします。違う。
ったら多分 MXP を最終的に選ぶでしょうっていう感じ。はい、やっぱりビビりになってちょっと、大丈夫やっていいですか。下がクリス、はい、近い。めっちゃ上がるな、やっぱ。おお。リコン選手は結構 MXP とか ELP とか使ってる選手です。ちょっと S をね打ってみたいかなって思うような感じでした。あとは当て方っすね。ほんと捉え方当て方っていうのは多分全部違うんで、その用具に合わせて自分のスイングの中でどう当てればいいボールがいいかっていうのを探すのも一つの練習ですね。それができないとでもどんなラバー使っても性能引き出せない気がするんで。そうですね、その辺も含めていろんな YouTuber さんが出してるチラ動画とかもそういう目で見てほしいですね、うんうんうん、なんかどういう打法かとかどういう戦型とかどういう戦い方をしたい人には向いてて逆にこういう人には向かないみたいな、結構まあ奥までちゃんと見て、あのそうですね、気持ちいいな、こっちも、まあね、今一度使ってるぐらいですから悪いもんじゃないですかということで、ありがとうございました。